飲み物を手に持ってるのは初めて見たかもしれん。どうもチャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということでレギュラーマッチやっていきましょう。今回使っていく武器は新武器のクーゲルシュライバーです。かっこいい名前ですよね。クーゲルシュライバー、クーリッシュみたいな、クーしか合ってないやん、アイスクリームやんみたいな感じありますけどね。何回も言うてたらさ、プラスドライバーマイナスドライバーに聞こえてくると、まあ何にも思いませんね。もうクーリッシュもドライバーとも思いませんね。はい。お前だけはそんな言うてないいうことありますけどね。さあ頑張っていきましょう。まあとりあえずもう新武器でこういう面白い武器っていうだけでテンションダダ上がりやでいうことでね、テンション上げチャップで頑張っていきたいと思います。まあこの武器はですね、スピナーでね、スピナーの中でね、一番足速い気する、一足積んだらこれめちゃくちゃ速いですよ。試し打ち場でやってね、目を目ん玉飛び出しても飛び出せチャップの目ってなりましたからね。はい、ナイスですね。またその動画を上げますね。まだ撮ってないんでね、また撮りたいと思います。それでですね、この武器のまあ特徴を言うたらね、これ見といてくださいね。射程が短いけど撃ってたら射程がだんだん長くなっていくという、これがねもう一番のポイントちゃいますか。あとは見た目のボールペン具合ですね。まあ例えて言うならばインスタントラーメンですよ。3分でできんのに放置しすぎてたら麺伸びてくるでしょ。そういう感じなんですよ。これも時間が経てば経つほど伸びるんですよ。これめちゃくちゃうまい例えちゃう。そうでもないかな。クイックボムラッシュ、あれは新作の竹ですね。竹ほらちょ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 、うわ射程投げ1回帰ろう、バイバイキーすぐ逃げましょう。この武器ね、難しいと思う。キル武器というか、まあそうですね、チャージ時間がね結構早いんで、しっかりチャージをしっかり貯めて、この射程が長くなった時にこうシューって顔出すようにしたらいいんちゃうかな。そんな難しい、なかなか難しいよ。僕はほんまもう塗っとこうと思うから、もうキルどうせでけんか、後ろでこうやって地味にねレギュラーマッチ1人でしようと思ってる。ほんで溜まったらこう肌スベスベジェットパックで、うわスベスベや、イコさんや、どんだけってねしようと思ってるわけなんですよ。無理絶対当たらんなと思ったけど当たりましたね。まああんなピューって飛んでたらやられますね。ナイスしてやっていきましょうか。おもろいでしょ。ちょっとね見てほしいことがあるんですよ。ボールペン見といてくださいね。これねボールペンのこの指で押す部分見といてくださいね。これチャージしたらねカチャってなるんですよ。打ったらカチャってなるから、ほら見といてよ。この後カチャってなって終わったらねシュッって戻るんですよ。見といてよ皆さん、見といてよ。ほらシュイーン、あ戻れ、あ戻った。わかります。とりあえずねこの指で押す部分がねカチャ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 音のなってね動いたりするんですよ。それを僕は見てほしいわけなんです。ほら射程長いでしょ。ほらちゃんとねチャージをしてしまえばね驚くべき射程なんですよ。これリッターの人には負けますけどね。だから隠れときましょう。まあ後ろから後方でチバチバしといたらいいんですよ。そしたらデスせえへんからレギュラーマッチしときましょう。塗りながらね。でこうやってミストとかこうやってシューンって投げて、はいダブルミストとか言ってね、ダブルチーズミストとかやっといたらいいんですよ。ダブルチーズミストってチーズとキリアン、それおいしないやん、チーズないやんみたいな。チーズは2枚ありましたね、間違えましたね。まあ、とりあえず面白いねっていうのを伝えたかったら、こういうこと見ました。皆さんほらエイムおじいちゃんでもこの射程ナイスやん。エイムおじいちゃんでもいけましたやん。なんでかってチャージ時間短いのに意外とチャージしたら打つ時間長くて射程が長い、これにつきますよね。ちょっとリベンジしましょうか。これ巧みなね、このフットワーク、これ巧みなフットワークって多分避けると思うんですよ。ほらこれ巧みなフットワーク、これ巧みなフットワーク、巧みの、ほら巧みの技、ビフォーアフターいうことですね。はいすいません。これチャージしてシューンってやるから、味方の人ナイス、感謝永遠にということで、まああれやな、チャージャーの人には気をつけましょう。この射程がね最初短い、ここがね難しいポイントだと思うんですけど、まあ面白いポイントでもありますな、いうことなんですよ。じゃあしっかりためて、はいためてためて、ドラララッドッドッドラクエなったでチャップいうことで、はいドラクエなったでチャップ、イエーオッケードラクエなおいいけますね。あチャージ時間が短かったらその分射程が伸びるのが早くなるんですね。まあとりあえずクーゲルシュライバーっていうよりもインスタントラーメンシュライバーでいきましょう。ラーメンシュライバーの方がいいんじゃん。僕の名前はラーメンマンいうことで、えっ勝ったんか、負けたと思った。アブラチャップということで、まああれやんか皆さん、デザインがめちゃくちゃいいし、チャージしたりね、チャージしなかったり、打ったり打たんかったりで、このボールペンの手で押す部分がカチャカチャなってね、ちゃんとボールペンっぽい音カチャってなってるんですよ。この再現率にね、僕はもうとりあえず感動してますよ。It's beautiful。 はい、2試合目はガンガゼ野外音楽堂でクーゲルシュライバーやっていきましょう。筋肉ドライバーみたいな感じやな。もうドライバーやったら何でもいいやみたいな、タクシードライバーみたいなね、タクシー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 みたいなありましたよね。なんかタクシータクシータニシータワシータワシータニシータワシーみたいなね、もうほんまご両親がやばい。ということで、まあ、頑張っていきましょう。射程管理して後ろからチマチマしといたらいいんですよ。もうまあこれはもう塗っといたらレギュラーマッチしましょう。レギュラーマッチしといたらいいんですよ。これレギュラーマッチ、レギュラーマッチ、レギュラーマッチ、レギュラーマッチってやっといたらいいんですよ。ほんまめっちゃローラーの人が暴れてて、味方の人が食べられチャップになりましたね。これうおー、魔漢光チャップ来てんじゃん。ピッコロがおる、敵の人に、敵の人にピッコロがおるってことでちょっと危ないですよ。ほんま僕がラディッツやったら負けてたもん。あーいうち
ナイスしてやられちゃップしましょう。ケルビンが回った状態やったら2角、敵が2角やったにもかかわらずね、このあの射程が長いバージョンやったら相打ちにまで持っていきましたもん。これはもうクーゲルシュライバーでしょ。もうとりあえずクーゲルシュライバーですよ。クーゲルスライバーか、噛んでるやん、ほんま。なんなんそれ、ウォータースライダーみたいな感じか。あぶないあぶない、ローランスがおるよ、あぶないよ、気をつけて気をつけて、味方でしょ、気をつけよ気をつけよ気をつけよ、あぶないあぶないあぶない、よしよしよし、いいよいいよいいよ、 A もおじいちゃんにもいけんちゃう、 A もおじいちゃんにもいけんちゃう、うわやばい、無理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 チャップということ、あこれやばいぞ、ここで打っとこう、ここで打っとこう、連打してこう、あやばいやばいやばい、こいこいこい、ごめん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 、ほんま許してお前、ごめん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 、麺だけに見てね、ごめん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 、インスタントラーメンみたいなね、それカモンカモンベイベーやみたいなね、恋するフォーチュンインスタントやみたいなことありますけどね、恋するフォーチュンラーメンですよね。チャージの人落ちましたよね、僕ね、こう喋りすぎてあのスルーしましたけどね。3対4や、いうことで3対4やったら勝てますね、これラッキーということでさ、僕サブのな、イング効率積んできてるのに全然ポイズン投げるの忘れてるっていうね、ほんまメインにこの新武器をなんか堪能しすぎてヤバチャップやな、いうことあります。あ、そこに隠れてあるぞ、イエーイ。アルビ、うち待って、アルビのトマト。ええ名前かいうことで、白いトマトの人を倒しましたね。あなたが倒したのは赤いトマト、それとも白いトマト、私が倒したのは黄色のトマトですみたいな、え、どこにその色あったみたいなとこありますけどね、ジブリナイスはさせてくださいよ。まあ、とりあえず面白いんですよ。結構ね、結構ね、皆さんが思ってる以上にね、射程インフィニティ、これほんま、なんかほら、ほらめっちゃ見て見て見て、めちゃくちゃ飛んでるでしょ、あのさ、ホースとかさ、最初シャワーモードにやってたのにさ、ストレートに変えた瞬間めっちゃシャーって、速なるみたいな感じよ。そういうこと、いろいろ例えが豊富なんですよ。この武器はね、例えが豊富なんですよ、ほんま。例えが豊富、それだけ覚えておいてください。例えが豊富、例えば君が傷ついてトマトになったら売れたよ完熟いうことですね。ナイス、意味わからんけどね。自分にナイスばっかりしといていいんですよ。もう3対4やもん、こうやって後ろでシューってクーゲルシュライバー、クーゲルシュライバーやって言ってね、マイナスドライバー、あ、僕はプラスドライバー、私はマイナスドライバーよって言ってね、遊んどいたらいいんですよ、もう簡単な話。裏とかは別に取られてませんね。これはもうとりあえず射程が変化するの、もうそれだけは、もうあとはボールペンって覚えてるから皆さん、 This is ball pen、 This is ball pen、 これはボールペンです、 This is ball pen、 This is クーゲルシュライバー、 No 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 no、 This is ball pen and 3色4色3 colors4 colors ということですね。はい、ナウス、あ、待てよ、3 colors、 4 colors、 塩 colors みたいな、塗りたくるチャプクルルみたいな感じですね。すいません、ほんまに意味わからんトークしすぎましたけど、とりあえずめちゃくちゃ面白いですからね。まあ3対4やから適当にやっといていいでしょうね。3対4で本気でやってもしゃあないわ、それはシンプルにしゃあないということで、2人も追ってたのか。しかも星の人が追ってるやないかいって、落ちてる、まさに百歩やいうことありましたけどね。まあこんな感じですよ。なんで百歩か分かりました、落ちてた名前の人、百歩やってん。はい、ということで今回は新作武器のクーゲルシュライバーを使ってきましたが、まあとりあえずね、皆さんインスタントラーメンって覚えておいてください。あれもな、時間が経ったら伸びてくるやん。それと同じでこの武器も時間が経てば射程が伸びてくる。もう分かりやすいやん。あとはボールペンでね、ボールペンのこの押す部分がカチャカチャ動いて音もしっかり聞こえる、それもいい武器ですね。あとね、めちゃくちゃ人速乗るから、多分ね、人速が乗るという点でスピナーでね、一番移動速度が最速やと思います。多分ですよ、僕その辺の情報ちゃんと調べてないか分からんけど、まあ、体感でですけどね。それもめちゃくちゃいい。今度また人速 3.9 積んでクーゲルシュライバー人速 3.9 速すぎみたいな、そんな頭おかしいっていうか、頭おかしくないけど、もうありきたりなタイトル多分上げると思うから待っといてくださいね。いや、ほんまめちゃくちゃ速いですよ。人速おもろすぎやんいうことありますけど、とりあえずまあ武器自体がおもろい、プラスですよ皆さん、プラス武器がおもろいのは当たり前なんですけど、プラスおまけで僕が面白い、あー自分で言うチャップいうことで、まあこういうふざけてる時、自分を褒めたりしてる時は何も思ってないんで、ほんまに気にしないでくださいね。僕の言ってる9割方適当ですからね。はい、ということで皆さんね、ぜひ新作武器で楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。バイバーイ。まだスペスペジェットパックで、うわスペスペや、インコさんや、どんだけってね、しようと思ってるわけなんですよ。無理ー、見といてよ、この後カチャってなって終わったらね、シュッて戻るんですよ。見といてよ皆さん、見といてよ、ほらシュイーン、あ戻れ、あ戻った、あ、こういうこと、こういうこと、こういうこと、見ました皆さん、ほらエイムおじいちゃんでもこの射程、この射程ないっすやん。匠のフットだと、匠の、ほら匠の技、ビフォーアフター、ドラクエなったでチャップいうことで、はい、ドラクエなったでチャップ、イエーオッケー。ドラクエなった、おいタクシー
タクシー、タニシー、タナシー、タワシー、タニシー、タワシー、危ないですよ、もう僕がラジッツやったら負けてたもん。あいうち気をつけよ、気をつけよ、気をつけよ、危ない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 、よしよしよし、いいよいいよいいよ、 A モジンじゃねん、いけんちゃう、 A モジンじゃねん、いけんちゃう、うわやばい、無理無理無理、ごめん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 、インスタントラーメンみたいなね、それカモンカモンベイビーや、やばちゃっぱやな、いうことあります。あ、そこに隠れてあるぞ、イエーイアルビ、うちまでアルビのトマト、 This is ボールペン、これはボールペンです、 This is ボールペン。